ぱり県外の奥から来てるのでレベルは高いですけど、やってて楽しい部分がいっぱいあります。福岡大学のサッカーを見て、やっぱ福岡大学が一番自分のプレースタイルに合ってるかなと思って、はい、選びました。時々試合とかも見に行ってたので、それで考えて決めました。フォワードも、前からどんどん守備をして、攻撃でも裏に抜けて、やっぱ自分はスピードを特徴としているので、そこで出したらいいなと思ってます。やっぱり大学になると、やっぱレベルも上がるので、通用しないところも見つけたり、逆に通用するところもあったり、たくさん発見することもあるので、通用するところはもっと伸ばして、でしないところはもっと改善して通用するように頑張っていきたいです。両親にも協力してもらって、一人暮らしをさせてもらうことになるので、食事の面だったり、一人の時間が多くなるので、そこでどれだけ他のチームメイトに差をつけるように自分で練習したり、そういうところでもっと高校よりもサッカーに取り組めたらいいなと思ってます。自分が中学校に入るときに、当時の高校3年生に金森選手が、はい、選手権で活躍していて、それを見て自分も筑波学園に中学校から入ろうと考えていたので、まあ、そこで、まあ、いろんな人に出会って少しは成長できたかなと。1年生から少しずつ試合にも出させてもらっていたので、自分は伸び伸びサッカーさせてもらっていたそうです。勝てそうで最後やっぱり勝てない、そんな試合。やっぱりいっぱい観客も来ていたので、筑波学園でのサッカー部でこれまでやってきたことを出し切ろうと思って、みんなの気持ちを背負ってキャプテンとして出場しました。後輩たちは多分自分たちよりも強いと思うので、まだ今満足せずに、今現時点で一日一日を大切にしていってほしいです。自分がキャプテンを任されたときに、青柳先生から、やっぱり自分は声を出してやっぱり引っ張るタイプじゃないので、プレーで背中で示せって言われたのが一番印象的になってます。プロサッカー選手を目指していますので、4年後
後は絶対サッカー選手になって、これまで支えてもらった人たちの恩返しができる、恩返しができるように頑張りたいです。今まで応援していただいてありがとうございました。大学ではもっと大学ではもっと頑張って4年後サッカー選手になれるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。OK です。ありがとうございました。